Hello everyone。 さあ今日も5個の表現やりましょうね。でいつも最後にヨガのビデオちょっとつけてるんだけど、ヨガをね、教えるというのは別のチャンネルにした方がいいのかなとかね、日本語レッスンとどうしようか考えてます。さあでは今日はちょっと雨が今止んだのでまた今日も頑張ろう。一緒に練習してね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫？何があったのですか？何があったのですか？一体何事？それはお気の毒に。それはお気の毒に。残念。あなたの気持ちがわかります。あなたの気持ちがわかります。気持ちわかるし、仕方ないですね。仕方ないですね。しょうがないね。